しみます。キャンキャン時代の時にザワミ島で毎年あの撮影しに来てたんですよ。これギフアップで辛いやつめっちゃかけるっていうのもありですか？まだ引けないよ。その久々にちょっとザワミに来て、で当時のこともちょっと振り返りながら旅を母と楽しめたらなということで来ました。でりょうちゃんもキャンキャン時代からそのザワミの撮影でね、その時から一緒でプロデュースして18年ぐらいのお付き合いで、せっかくこの大自然の中にいるから、やっぱりあの最近朝日夕日をしっかり見れるので見れたら嬉しいな。今日綺麗かもしれない。行きたい。行きたいな。行きたいな。はい、メインは旅行。今のんびりとホテルの。はい。よろしくお願いします。お願いします。楽しみしてました。天気も良くて良さそうですか。ねえ、よかった。はい、最高の天気です。楽しみます。お願いします。お願いします。行きましょう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。すごい。すごいところだね。命かけた。楽しかった。早い分には沈んじゃう。沈んじゃうよりは早すぎて夜になっちゃうから。朝ごはん行っても直でサップ。いやいや、寝る、ね、寝る寝ない寝ない寝ない。分かんない。船の上で寝ればいいじゃん。こなれた人がやるやつ。まだこなれてないから。沈んでない、大丈夫。いやいや、まだ今まだ行け、ここにあるから、そこ越えたらいいとこだね。カートで運転してて、あ、すごい山素敵と思った。でしょ。お、すごい。早い早いな。どっちどっち、雲が動いてる。ここからオレンジ色になるのか。はい、あ、すごい。なんか絵みたいな。こちらに行きますか。沈みました。一気に大自然来たな。2年ぐらい前から誕生日旅行行くことになってです。おっと、あれ実は2年前天空で、次はアップしたのは1年前ですけど、次はどこ行ったっけ。去年、ああ、宮古島です。去年は一緒にいて、今年はザマミ。ザマミです。Thank you. Thank you. Thank you. また来年。また来年。このプレッシャー。井戸のことカーって言うんですね。ヌはの、井戸の、スバはそば。そば。井戸の隣。井戸の隣。あ、そばに。で、この井戸がこっちにあるんですよ。ちょっと暗いです。何もない。
なんですかそれ。これ沖縄語です。方言。それがこう敷地内にあって。すごい。そう。ありがとうございます。じゃあ今日からよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと沖縄の居酒屋メニューで、本マグロと赤町っていう沖縄の一応三大高級魚ですね。美味しいですよ。冷たい料理なんで。そうそう、あ、取ってた、まあ、ちゃんと大丈夫。まだいいね。まだ若い、もう全然ピチピチの51。52の。いただきます。マサラ？マサラ。食レポすることとかあるんでしょう。あ、食レポみたいなことあります。食べて、いるとこ取ることあるんですけど、美味しい、ほぼ美味しいしか言わない。それね、役に。ああ。見てます、見てます。立ち入り禁止。うん、でも家で練習したんで。練習したの。練習して、兄弟とかにも見てもらって。あ、本当に食べてるんですか、あれ。食べてます、食べてます。あれでよかったの。美味しそう、カエル大好き。美味しそう。これはやばい。次行きましょうか。全員食べますよね。危険でいい。石川レンジャー。石川レンジャーと、あと赤ね。白がちっちゃい。赤ねちゃん、アバランチ一緒なんですね。歌手になりたいの。歌うまかったの。うまかったし。ノードジーマンみたいな。出た、出たよ。デビュー前、そう、オーディション受ける前に、ね、滋賀県に BS ジュニアのど自慢が来て、すごい。出た、出た。そう。え、子供の頃やろ？まあ14歳。本当に14みたいな。で、私に中学生やったの。本当に？で、歌はもっと好きだった。でも、セーターかい、綺麗から、そのお客さんが選ぶ賞で選ばれた。だからそう、お母さんめっちゃ派手なの着せようとしはるから、中学生ってシャイやから、レーザーの顔は。でも考えたら目はもともと結構人見知りだったのかな。超シャイ、超シャイ。なかなかステージ立つのはないから、それはもう目立ちたいから、娘が。あれはオーディションもピンクの着てた。ピンク、芸能界の経験になった。その横浜賞のオーディションはお母さんに真っピンク、蛍光ピンクの上下セットアップのスウェットとサンバイザー、全部ピンク。サンバイザー、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 センス、センス。だからアメリカのね、見てた。ジェニファー・ロペスよね。そう、ジェニファー・ロペス。ああ。でも眩しすぎるぐらいピンクで。そういうの服ちゃんと家にあるよ、ちゃんと。あるの？ガンガンのちゃんと。入らへんわ。どうしよう、顔赤いのバレちゃう。大丈夫、ちゃんと切るから。お、お、お、シーさん、あ、こっちか、105ストア。最後にすればアイス。確かに、溶けるよ。ちょっと欲しいな。違う、全然欲しい。今食べるやつ。サンダル欲しいな。サンダルはあるよ。あと、お風呂に座る椅子欲しい。いらねえよ。ウベがあればいいなっていう感じだけど、人気でなさそう。いらねえ。アイス、早く食べても溶けますか。フィリピンでもウベって有名で、うん、紫芋、も普通の紫芋かな。紫芋だよ。よりフィリピンも紫芋あるの？ありますよ。ウベってやつめっちゃ美味しくて。美味しいな。うん。カット使わないで出てる。え、もうすごい怖い。ちょっと紫芋は美ら海水族館でもあっち長いですね、あれ赤いのは。あれチーズね、あれあれでしょ。何、うん、あれね、誰でもわかるわ。おいおい、だからパクるなよ。これ今俺アプリ入ってんねんけど、星がありすぎてわかんない。ダメ、すごい、あ、すごい。そう、こっちの向きしたら、こうやって、あ、出てくる、なんだよ、うん。わかるでしょ。あの、りょうちゃんを巻きたいって思って。
内容を重ねてできるんですね、あとメアリーさん来てるって、なんか乗しました薄くて多分見えなそう、どうなんだろう、いけば大丈夫、僕らはちょっと後日でこうなんか神聖な感じにしたい、シロナガスクジラみたいなって今言ってみたけど、アモリするかもしれないです。まあもうパブでも C さん茶色いから、あ、そうなん、みんなこんにちは、ご無沙汰です。俺やで。マルシェイラ。ありがとう。めっちゃいいで、めっちゃご飯美味しいで。全部で5部屋やから、みんなで貸し切ろう。貸し切ろうと貸し切らせてもらおう。貸し切り5ルームあるから。貸せです。もう永遠に貸されそうだから。トイレ前は。もうなんか淡い、淡い、ちょっと上がる、神聖をテーマにしました、白長スクジラみたいな、かわいい、クジラに会いたくなりました、まためっちゃ可愛いよ、めっちゃいいっすね、やばいよ、めっちゃ可愛いやん、めっちゃ可愛いやん、恵みの雨ですね、やばいですね、はい、お待たせしました。また。そうですね。まだまだ行って、ちょっとだからお蕎麦と食べると多いと思うんですけど。いただきます。じゃあまずはそのまま、はい、練り込まれてんだここにもずくが。午前中ありがとうございます。色が。俺の箸。うん。うん、関西人もずくの味するしない、冷たいやつはまたもずく感じやすそう、もずくも乗ってますしね、うん、小山さんのもずくを養殖されてて、ザマミ島で、うん、もうこの島で養殖を始めて25年になりますね、いただきました、美味しい、まず本当体にいいんで、体感だし、いい、ミヤが遭難しないように、遭難しそうになったら友達がバーッ行くから、あー心強い、俺じゃなくて友達が使うのね、りょうさんが行く、りょうさんも、ね、私結構カヤックがすごい好きだったんですよ、カヤックは地方行くたびに自分で予約して行ってたんですよ、あ、そうなんですか、漕ぐの好きだから好きなんです、水の上、今日はバーベだから、まあ、ナーベやるぞ、 Q を言ってほしいな、 BB やね、 BB、 あ、バーベ、 Q でしょ、 バーベ、 バーベ、 バーベやるぞ、 バーベ、 あります、ちょっと火も焚いたりなんかして雰囲気出しております、今日はコメント返しをしていこうと思います、すごく光栄です、ありがとうございます、ありがとうございます、ミニわさびのせて食べる人、ほんと、うん、ほんとにほんま、うそ、うん、初めて聞いた、覚えた、刺身食べるときにわさびを醤油に混ぜるじゃなくて、わさびを身にのせて醤油つけちゃう、そうなの、どかない、美味しい、これ2人でバーベキュー結構ある、だからあのみんなでわーみたいなバーベキューよりはなんかこういう感じですよ、あ、こういう2人でおしゃれな、めっちゃいいじゃないですか、おしゃれな、プロポーズとかがいい、美味しい、うん、